はい、どうも、百鬼にです。今回ダイソーに行ってきました。今日気になった商品、こちらになります。マルチデバイススタンド。価格は税込み220円の商品ですね。こちらはスマホとかタブレットなど、いろんな角度で、調整できる、多機能なスタンド。マルチに使える、スタンドですね。で、コンパクトなスタンドっていうことで、売ってたんで、ちょっと気になって買ってみました。こちらがね、ライトとかでおなじみのグリーンオーナメントさんの商品になります。サイズに合わせてね、スマホに使ったり、タブレットに使ったりと。はい、用途はいろいろ使えるのかなということで、はい、これがどんな商品なのか、ちょっとじっくり見ていこうと思います。借金。中身、こんな感じの商品になってますね。はい。パッと見はね、ちょっと何か分かりにくい感じかなと思うんですけど、まずはこれをパカッと開けるのかな？縦に開く。あとね、こうやって、折りたたまれてるんですけどね、至るところにこういうグレーの部分がね、滑り止めになってますね。はい、だから結構こう置いてね、グッと押しても、そんなにこう簡単には滑らないんで、安定感はいい感じかなと思いますね。で、これが、例えばこれを広げる、MAX はこう、まず、こんだけ広がりました。180度開いた形ね。で、あとはね、こう広がる。こんな感じで、広がります。で、なおかつ、これがね、一番これ広げた状態。で、ここも、またね、外れるんですよ、こういう。マックス広げたら、こんな感じに広がりますね。で、これを、こう置いたとする。なら、ちょっと台になるんで、タブレットとか、ノートパソコンの台とかにもね、結構使えるんじゃないかな、というふうには思いますね。角度的にね。これぐらいの、ちょっと角度つけるんで、タブレットとかだと、特に絵を描いたりするとき、そういうのには便利なんじゃないかな、と。例えばうちのこういう iPad の大きいの持ってきても、こうやって置けるんで、ちょっとね、角度つけれますから、こうやって置いて文字を書くとかね、絵を書く。そういったのには使いやすいスタンドになるかと思いますね、まず。で、あとは、どうでしょうね。これ広げたらこんな状態ですから、例えば普通に、こうか。こういう感じにすることもできる。んで、ここもね、横側、このちっちゃいとこにもこうやって、またこういう風にね、出てきますんで、この状態にしたら、またこれ、タブレットとかをね、こうやって、こうやって置くのにも便利です。これね、僕の 12.9。だから約13インチぐらいのノートパソコンとかタブレットに置いても全然大きさ的に問題ないという感じに思いますね。で、さっき言ってたこのね、こういう台がこうあるんで、調整とかもね、こういう風に色々と、できてくると思います。いろいろと、こんな形で、ここの部分もあるんでね、滑り止めにもなって便利かなというとこですね。で、これ広げた状態でね、今タブレットでやってますけど、もちろんここの部分をね、こうやって収納してしまえば、低い段階でも使えますので、こうやって足を出せば。で、これ、折りたたんでしまえば、こうやってね、スマホをスタンドにも十分なりますし、いろんなね、使い方は自由自在に、ちょっと自分の置きたいもののね、幅に合わせて、これも広げてあげればいいかなというところで。思ったよりこう、コンパクトに収まってますし、いろんなスタンドにちょうどいいんじゃないかな。スマホ、タブレット、パソコン、ノートパソコンね、このあたりには使いやすいスタンドじゃないかなというふうには思いますね。調整がね、ほんと自由なんで、結構これからのここのね、段階もカッカッカタカタしてますけども、結構こう硬いんで使いやすいと思います。いかがでしょうかね。このスマホスタンドはありじゃないかなと。スマホというかね、このスタンド。今までのはね、タブレット用だったり、スマホ用だったりと、いろいろとね、それぞれに合わせたり、折りたたみのやつもあったりするんですけど、多機能で使えるという点ではこちら悪くないと思うんですけど、どうでしょうね。こういった感じでね。ちょっと厚みは、こうやって大きめですけど、いい感じの商品じゃないかなというふうに思いました。で、こちらのサイズなんですけど、まずこの収納状態でいくと、まずこちらが129.4、約13センチ
で、横幅が46、4.6 センチ。厚みが 22.9、約23ミリですね。2.3 センチ。収納状態だとこんな感じです。で、これをね、広げる。まあ、こうやって広げる場合も使えますんで、横置きとかもね、こうやってこの状態で広げてあげれば、はい、角度もある程度自由に聞けるので、横置きのスマホのサイズに合わせてもね、この真ん中の位置をちょっと変えてあげれば、もう好きな幅にも調整できるので、ね、いいかなと思います。はい。まあ、これ一番広げた状態で横幅が、まあ、いいか。一回広げますね。マックス、こうやって広げた状態。こうすると、まあ、幅が約17センチ。縦が22センチですね。厚みはまあ半分ぐらいなるんで、2.5センチぐらいにはなります。という感じのね、マルチスタンド。便利だとは僕は思ったんですけど、皆さんいかがでしょうか。タブレットでね、絵を描いたりする方とか、あとは、まあ、パソコン。まあ、スマホもそうですけど、ノートパソコンの台にするとか、タブレットとかスマホでね、動画を見たり、そういったのにも便利かなと思いますので、はい。自由に使いたい用途に合わせて、角度調整ができるマルチデバイススタンドということで、こちらね、220円で販売されておりましたので、買ってみました。はい。こんな感じでね、もうあちらこちらにこういう滑り止めもついてるので、本当自由な、置き方が可能かなと思います。まあ、どんな置き方してもある程度できますからね、この状態でもこうやって置くことも、まあ、できますし、これこの状態からこうやって広げることもできるので、はい。まあ、本当置きたいように置くスタンドとして、ここもね、段差があるんで、こう引っかかってね、ストッパーがつく形にもなりますし、まあ、いろいろと、本当にね、置きやすいように、自分が使いたいように、広げて置くことができて、便利じゃないかな、というふうに思いましたので、はい、こちら気になった方はね、ダイソーの方をちょっとチェックしてみてください。こちら、ジャンコードですけども、はい、こちらになりますね、ジャンコード。はい、こちらのジャンコードでチェックしてみてください。まあ、形もね、デザインも悪くないなと思ったんで、ね、なかなか、まあ、グリーンオーナメントさん、ライト以外もね、結構いろいろと面白い商品取り扱ってますので、こちらの方ダイソーで見かけたんで、今回はこちらを買ってみました。気になった方は、在庫検索でね、デバイススタンドと検索していただいたら、お近くのね、在庫のある店舗、ある程度目安はチェックできるかなと思いますので、在庫検索アプリの方、ちょっとチェックしてみてください。ということで、今回はこの辺で。また気になる商品見つけたら紹介したいと思います。それでは。